レディースエンジェントメン、どうもドラマス崎です。今回は、12月31日に、今撮影日は12月31日大晦日にやってるんですけども、本日やるガチャはオールスター感謝ガチャ、大晦日限定2回引ける星6確定。しかも10連2回やると3体ね、そのうち1体は限定だよっていうね、うまいガチャですというやつですね。はい、まあそれをね、まあ引いていくよということで、まあこの後に来るのが、新春超重心祭ということでね、まあその後に、まあ、ライブやるんで、よければそちらの方も見ていただければなと思います。はい、サブなんですけども、ちょっとね、まあキャラがクソすぎて、ちょっとね、欲しいのはモーセと小野の小町。はい、それでは新年というか、とりあえずオールスター引いていきたいと思います。まず1回目、パチパチ、右に回転。はい、お、あー、そう、サブだから全部止まってくるのかな。この確定のとこ、星5星6 2体確定のとこ以外に止まって星5出れば、もうまずはマジで熱いね。あー、いらない、やばい、ちょっと待って、ここ上の段は星4で今埋められるのかな。星で玉竜エデンで使える。さあ、こっから星5来たら神。おおお、好きっていいじゃねこれ、もしかして。もう一発、星5。お、空風林、やばいやばいやばいやべやべ、星5。あ、びっくりした、ちょっと待って、お、星5に見えるんやって。あ、なんだっけこれ、名前忘れちゃったの。ぜひちょっと分かる方、ちょっとコメント欄で教えてください。これ なんだっけ名前。おお、メタトロン来たー。サブ赤だけど、メイヤカは確か2対3対4って。あ、神かか。はい、でマジックストーン。はい、こっちね、僕はこっちの方がちょっと、楽しみにしてるんで、逆確定、限定確定か。レディーゴー、いけ。こうやって確定演出あんのかな。さあ、ここが一番熱いとこなんだね。なんかね、いろんなね、 YouTuber さんとかね、結構、オールスター結構闇ガチャって言われてるんですけども、どんなんですかね。闇ガチャって言われてるんですけど、おい、ちょっとまずいんじゃねえか。ちょっと一体星5出そうぜ。おい、ちょっと待て、勝つ回収、いつ見ても君は白髪だなし。いやー、昔すぎる。お、あ、ちょっと待って、あー、ジークやん、ジークやん。オーノストラダメスやん、マジ。え、これ今限定なんですけど、限定2体もらえるやんけ、嬉しい。え、これ限定でしょ、これ確実に限定でしょ。石川越えも、こっし
サブアカでモーセってちょっとがっかりなんですけど、俺メイアカでモーセ欲しかったんだよな。まあ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 、ちょっとそういうね、贅沢はちょっと僕は言わないけど、まあまあまあ、欲しかったものはまず手に入ったんで、まあ、限定2体はさすがに熱いんじゃないかな。はい、ということで今回はまあそんな結果となりました。この動画が良ければぜひぜひチャンネル登録高評価お願いします。ということで、以上ドラマス佐々木でした。良いお年をお迎えください。以上ドラマス佐々木でした。バイバイ。